時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日は株式会社ユナイテッド代表の斉藤美咲さんにお越しいただきました。美咲さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、美咲さんとは、FM 宜野湾の山内社長のご紹介でご縁をつないでいただいたんですけど、本日ね、初めましてで、先ほど打ち合わせさせてもらったんですけど、声優さんをね、やっぱりされてるってことで、すごい素敵なお声でお会いするのをすごい楽しみにしてました。はい、実際ね、今日お話しいただくんですけど、株式会社ユナイテッドの代表をされているということで、はい、事業の方もね、されながら様々な活動を、されている素敵な女性がいるよということで、山内社長からね、教えていただいたんですけど、はい、現在ね、実際どういうことをされているのかっていうのも含めて、はい、自己紹介していただけると嬉しいです。はい、株式会社ユナイテッドの斉藤美咲と申します。私の会社ユナイテッドはですね、光触媒の施工管理をしていたり、人工芝の卸業をさせていただいていたり、音声制作事業をさせていただいております。はい、すごい。なんか光触媒ってね、今注目浴びてて、まあコロナのね、あれで、室外っていうのもは今まで多かったんですけど、室内のね、光触媒っていうのはかなり数少ないと思うんですけど、はい、需要としてはね、これからすごく大きい需要な分野だと思うんですけど、そうですね、はいはい、でこれをまた音声、制作でしたっけ、はい、そういう事業と絡めながらされてるっていうことで、今日お話楽しみにしてるんですけど、はい、この番組自体がですね、はい、ゲストさんの転換期をお伺いしてるんです。で、美咲さんの転換期って振り返ってみて、はい、どこにあったと思います？はい、まずはですね、私は北海道で生まれまして、はい、21歳の時に東京に上京しました。はい、そこで、声優の養成所に2年間通って、はい、そこで落ちて、はい、その後なぜか千葉県のアイドルをやることになりました。あ、そうなんですね。で、この千葉県のご当地アイドルが私のターニングポイントだと思っています。おお、このご当地アイドルってどういうことされるんですか？はい、主に地域の週末に行われているイベントに参戦して、うんうん、一緒にその取れたてのお野菜を売ったりですとか、はいはいはい、でその合間の時間にライブをさせていただいて、自分たちの物販タオルとかを売ったりっていう活動をしていました。じゃあその時にこのグループでされてたんですか？あ、そうですね、5人グループで、はい、このグループのじゃあ歌なんかもじゃあ日々練習とかしてたんですか？そうですね、夜の12時に集まって6時間、まあ雑談とかも休憩とかも含めながらやって、みんなで朝こう松屋とか吉牛とかを食べて帰るっていう日常を送っていました。夜中から集まって練習するんだ。そうなんです、やっぱりやっぱりみんなほとんどアルバイトだったので、はい、アルバイトを日中から夜にかけてやって、うん、で寝る時間を削り10てっぺんから集まって朝解散して、まあ、次の日またバイトに行くのか、ちょっと家で仮眠をしてからバイトに行くのか、まあ、バイトに行くのかみたいな。めちゃくちゃハードですね。そうです。なんかアイドルっていうとすごい華やかなイメージがあるんですけど、はい、結構皆さん苦労されてますね。全然華やかじゃないですね。やってることはとっても華やかなんですけど、はい、やっぱり陰で努力はやっぱり当たり前の、まあ、業界もそうですけど、はい、やっぱり努力をして、なおかつ物も売らなきゃっておかしいですけどね。
やっぱり応援してもらうためにファンの方の名前と顔をすごい覚える努力もして、はい、自分の中でこうアルバムを作ってこの人は何々さん、この人は何々さんっていう風に私が努力した時期もありました。もうすごい、なんだろう、顔をね、あのファンの方の顔を覚えて、その方たちにも、個別でね、そういうあの気遣いをされるっていうのは、はい、すごい、なんだろう、あの接客業の極みみたいなところありますよね。はい、もともと私は飲食店のアルバイトもずっとやってたので、うん、やっぱり何回も来る、毎週来るとか何曜日の何時頃に来るみたいな人たちはやっぱり覚えてしまうんですよ。あ、それと同じような感覚で、やっぱりこっちも応援してくださる人に愛を持って接しないと全然覚えられないんで。なるほど。そうです。でこれちょっと聞いていいですか、このアイドルってどんなんですか、はい、バイトしながらね、まあ、練習されたりとかっておっしゃってたんですけど、はい、これでやっぱ食べていけるようになってくるんですか。はい、それが全然食べれないんですよ。あ、そうなんだ。まあ、そのどの誰が主催で運営してるアイドルグループに所属するかが大きいと思うんですけど、はい、まあ、私のところはあのほぼ無償だったので、まあ、売れてもなかったので、はい、だから私はアイドルをやったらちょっとだけ裕福になると思ってたんですよ。まあ、ところがどっこい、毎月8万円の赤字、はい、赤字ですか。赤字です。ほう。赤字です。なんで赤字になるんです。まあ、私千葉県にその時住んでたんですけど、はい、千葉県の南房総市ってあの一番下の千葉くんの足の裏くらいの地域にあるんですよ。ああ、その活動する場所、活動拠点が、はいはいはい、でそこに行くまでのやっぱり交通費だったり、うん、やっぱり出費と、あとは今まで土日働いてたのがなくなるので、うん、ああ、イベントとかに行くから、イベントとかに行くから、なるほど、自腹を切ってアイドルの活動してるみたいな感じだったんです。そうなんだ。あ、そうか、収入は減って、はい、出費が増えるから赤字なんだ。はい、じゃあ大変でしたね。これ、うん、あのどれぐらい続けてたんです。1年しか。あ、そう。いや、これ経済的に続かないって、赤字ね、毎月8万って言ったらめちゃくちゃ大変じゃないですか。そうなんですよ。その5人いるメンバーの中でアルバイトしてた、まあアルバイトはみんなやってるんですけど、あの実家暮らしの子が5人中3人だったんですよ、うん、はいはいはい、やばくないですか、5人中3人、うん、あのお金に困ってないんですよ、ざっくり言うと。なるほど。で私ともう一人だけすごい、今日もバイトだわみたいな、あ、私もバイトだわみたいな、金きついわみたいな話を、いやアイドルなのにみんなありがとうとかって言ってて、金きついわとかって言ってて、夢とはみたいな。なるほど。まあ周りの、ね、方に夢を売るためには、はい、ね、あの裏でなんだろう、白鳥がね、足をバタバタさせてると同じような状況ですね。はい、うん、で元々はでも声優さんを目指していらっしゃったということなんですけど、す、ね、この声優さんになりたいなんか理由ってあったんですか。はい、この声優、まあ、私ずっと昔から小さい頃からアニメが好きで、はいはいはい、その、まあ、心が乙女と子供だったので、うん、最終的には私もどこかのアニメの世界に就職みたいな感じで移住できると思ってたんですよ、はい、子供だから、うん、でも、まあ、できないじゃないですか、アニメって作り物だから。すごい絶望したんですよ。私はこういう世界で暮らしていけないんだって、うん、めっちゃ泣いて、でもその時に同時に声優っていう職業を知って、うん、あ、じゃあこういう形であればこう関わっていけるんだなって、自分も例えば何かになれて、はい、何かとして生きていくっていうことが、まあ、ちょっと間接的ではありますけど、そういうことができるって思って、それでずっと小学生くらいから声優になりたいなりたいなりたいって思って、なぜかアイドルやっちゃったんですよ。これなんかあの、養成所に入って落ちたっていう、なんかこのあれですか、はい、このアニメの会社に入るのが落ちたっていうことなんですか。あ、ですね、うん、ちょっといろいろ種類があるんですけど、はい、私がたまたま通った養成所っていうのが、うん、まあ、例えばあの吉本みたいな感じで、はいはい、うんうん、事務所と養成所がくっついてるものだったんですよ、はいはい、なんで、うん、そこでご縁があればその事務所に拾っていただいて、そこの所属声優として活動できるっていう感じだったんですけど、なるほど、まあ普通に脱落して、はい、
どうするって時にアイドルやらないかって話になってやりますみたいな。あ、なるほど、そういう流れで。そういう流れで。でもアイドルも思ってたような華やかさとはまた違って、これは本当にもうあのなんだろう、信念とか、この夢で食っていくっていう強い意志がないと続けきれないですね。そうですね、やっぱり意志だけではどうにもできない年頃にもうなってきてしまったので、その時すでにアイドルやり始めたのが23か4くらいだったので、アイドル業界でも、まあ私の年頃で言ったら、まあ AKB の神セブンがどんどんこういなくなっていってる全盛期の人たちの年頃なんで、もう何も乃木坂が出てきたりとかっていうことを考えると、もうおばさんなんですよ、アイドル業界で言ったら23歳って。もうおばさんなんで、おばさんの状態から始めるとかいろいろやっぱり抵抗があって、でなおかつまあ毎月8枚の赤字じゃないですか。その芸能の職業って本当に一握りの方以外っていうのは、軍資金がないとやっていけないんだなって痛感したんですよ。ほう、これ経験してみないと分かんないですね。そうですね、ですね、まあ、私が行ったルートがたまたまそういうルートだったっていう、こう一例に過ぎないんですけど、本当にまあアイドルもそうだし声優もそうだけど、やっぱり芸能界っていうのは、やっぱりなんだろう、華やかに見えてすごい金がかかる。演じる方もですね。はい、続けるっていうのはやっぱりそれなりのいろんな体力が必要だなってことに気づいて、まあ、それが私のターニングポイントがアイドルだったなって思うきっかけっていうか、まあ、あの時だったなって。その時期だったということですね。なるほど。いや、めちゃくちゃね、あのここ掘り下げて聞きたいんですけど、一旦ちょっと CM 入れさせてもらって、で後半でですね、そのアイドルを卒業した後どういうふうに、展開していったかっていうお話を聞かせていただきます。一旦 CM です。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、斉藤美咲さんが、声優を目指して養成所に入った後、そのプロダクションに入れなかった、タイミングで、アイドルのお声掛けがあって、そのアイドルを、ご当地アイドルをしてたと。だけどその表の華やかさとは違って毎月8万円の、赤字だったと。でそれで1年後にはそのアイドルを卒業されたっていうことなんですが、そのアイドルを卒業した後何されてたんです？はい、その後はですね、そのちょっといろいろ転々とするんですけど、一旦タレント事務所に入って、あの FM 富士山梨のラジオ局でちょっと1年半ほどリポーターのお仕事をさせていただいてたりとか、まあ、また事務所を移って、で声優事務所で、そうですね、あの吹き替えの仕事をしたりとか、ゲームの音声を当てたりとか、またそうですね、テレビ局の、まあ、某テレビ局 の、あの CM を毎月何本か撮ったりっていうのをしていましたね。へえ。でもこの声に関わるお仕事をされてるって、もともとね目指してた、アニメの世界ではないですけど、この声を生かすお仕事っていいですね。はい、でその時期はあのかなりじゃあ充実してるような感じですかね。そうですね、まあ金銭的に充実してたわけではないんですけど、やっぱり好きなことをして生きているっていう実感がやっぱりどうしてもあるので、噛み締めながら毎日楽しく生きていました。この噛み締めながらっていうのがなんかいいですね。はい、貧乏だけど楽しいみたいな感じですね。あ、もう好きなことをねまずやってるっていうことはね、あの生きてる上ですごく喜びでもありますからね。はい、で今 の、 あの株式会社ユナイテッドさんを、あのこれは立ち上げられたということですかね。まあ、そうですね、立ち上げる、まあ、そもそも私のこのユナイテッドっていう会社がなぜ生まれたのかっていうと、もともとは人工芝の有限会社シバンチュさんっていう、シバンチュっていう会社があって、そこで人工芝の卸業と施工とかフランチャイズ管理をやってたんですけど、その、まあ、税金対策のためにその芝の輸入中国から取り寄せてるんですけど、その事業だけをちょっと分けたいっていう話があって、でたまたま私がその会長さんたちとそのシバンチュの方たちと仲良くさせていただいてたので、え、じゃあやるみたいな、え、やりますみたいな、あれこれアイドルの時も同じ感じだったなと思いつつ、やりますって
でやることになって去年の10月21日に設立して、ほう、でまあ同時にその人工芝も今抗菌とかも結構当たり前になってきて、それが主流になってくるだろうっていうことで、はい、光触媒の事業と人工芝を同時にくっつけて、うん、光触媒人工芝で私ができること、うん、音声制作っていうので、うん、今ユナイテッドがある状態です。このね、あの社長になったストーリーっていうのめちゃくちゃ面白いですねまあでもアイドルの時にやっぱりお金の心配がすごくあって、うん、まあ、なんか親兄弟から借りるわけにもいかないので、自分が好きなことでやって、うん、北海道から飛び出してほぼ家出みたいな感じで出ていったので、はい、うん、誰にも頼れないけど、うん、やっぱり自分が好きなことをやるためには、うん、やっぱり、まあ、それをやる以前の問題でやっぱり一つの収入源だけに頼るっていうのがすごく怖くなっちゃったんですよ。はあ、わかります。うん、でそれであのじゃあ分散する感じで そのお話にも受けたっていうことですかね。そうですね、この会社、うん、カオシャをやれば安泰するってわけでもないですけど、もちろん、うんうんうん、やっぱりそこで収入を取って、うん、自分の好きなことでも収入を取って、うん、まあ、ビビたるものでも、うん、それでまあ合計で自分が豊かに暮らせる金額があれば、うん、私はきっと幸せに生きていけるってもう分かってるんで、はい、もう覚醒ですね。もう覚醒でも、もうアイドルの時になんかもうあんだけなんか楽しいのと辛いのと苦しいのと心配なのとかごちゃごちゃになった時期はないので。わあ、そうですね。もう心がもうなんかもう乱れてるっていうか、かき乱されるようなことが日々ありますもんね。そっかそっか。で今の会社されてみてどうです？あの実際に。そうですね。うん、まあ私の経歴がずっとアイドルとか、はい、ちょっとこう事務的な業務からずっと避けていたっていうか、全然違うルートなので、はい、やっぱり飛び込んだはいいけれど分からないことがすごくいっぱいありますね。この会計だったりとか、はい、うん、その営業先になんか行くみたいな、はい、でどうやってアポ取るみたいな、本当にやってこなかったんだなって感じどうしたらいいんだみたいなでも確かに、でもそのね、代表としてのポジションでやる仕事っていうのは、たくさんの方が、まあ、経験することではないので、なんだろう、未経験のことはたくさんあると思うんですけど、はい、どうですか、やってみていろんな方に教えてもらいながらとか、はい、やってみて自分のなんだろう違う側面っていうのは見出せてます？そうですね、やっぱりいろんなジャンルの方 が優しく厳しく、うん、鬼のように教えてくれるので、うん、愛がありますね、そこにはね。愛がもう本当にもう毎日泣いてたみたいな時も去年あったんですけど、やっぱりでもこれはやっぱり未経験だから仕方のない試練の時なんだなって、うん、もう修行だと思ってこのまあ1年間過ごすしかないなって思ってますね。あとはやっぱり物を、まあ、要は売る職業じゃないですか、うん、もう売るっていうか、はい、まあ、誰かにやっぱり必要とされてそれを提供するっていうお仕事なので、皆さんのお仕事も、はい、やっぱりそれをいかにその人にとって大切か、なんか欲しい、うん、いるなっていうふうに思ってもらえるように自分がよりその商品だったり自分っていうものを理解する必要があるなって思って、なんか役者の時よりも自分に向き合う時間が増えたなって思いますね。確かにそうですよね。なんだろう、表面的にねこの伝えるって言ったらスペックっていうかね、まあ、品質とかその数字的なものをやっぱり推しがちなんですけど、やっぱりそうじゃなくて、まあ、その人の要は受け取る側の生活感だったり、どういう豊かさがその先に待ってるかっていうのをお伝えするっていうのはすごく難しいことですからね。僕もやっぱり、物を売る仕事をしている時は頭では分かってても実際に言葉で表現しようとしたら一方通行でこっち側の立ち位置でしか、言ってなかったのを気づかされたりとかって結構あったので、はい、この何だろう、自分に向き合うことを今されてるっていうのはすごく昔思い出していやそうだよなって、今ね自分に向き合うって何だろう、結構辛い作業じゃないですか。辛いですね。ですよね。はい、できることもできないことも突きつけられないはい、なので、
これじゃあ今やってみて、あとじゃあそのお仕事はもうだいぶ慣れてきました？そうですね、うん、まあ、施工実績とか回数はそんなに多いわけではないんですけど、うん、まあ、やっぱり光触媒に触れる時間とか人工芝に触れる時間っていうのがやっぱり1日の中でだいぶ増えてきてるので、うん、まあ、やっとちょっとは説明に自信がつけるようになったなっていう感じですね。なるほど、うん、はい、この光触媒って要は光が当たると、はい、ウイルスとかを、殺し、あ、分解して、ね、はい、殺菌するっていう商品ですよね。そうですね、うん、ただそのアルコールと次亜塩素酸と比べて、うん、光触媒は抗菌っていうイメージを持っていただきたくて、はい、アルコールだったりだとどうしてもやっぱり時間が経つとまたウイルスが増えちゃうじゃないですか、はい、これなんでかっていうと一回殺菌するんですけど、うん、その殺した菌のなんか残骸みたいなのが残ってるんですよ、はい、でそれをまた餌に他のウイルスが食べて繁殖してっていう感じなんですよ、うん、なんかメカニズムとしては、はい、でも光触媒はその死骸とかいろんなものを全部分解してなくすっていうものなので、はい、より一回やってしまえば光が当たってる限りずっと分解して菌の数自体をなくしていくっていうものになるので、うん、なんだろう、やっぱり家とか車とか全部そうですけど、はい、やっぱりこれからは抗菌がありきのお家だったりとか建物とか机とかそういうものが増えていくと思うので、うん、光触媒はまあやった方がいいと思います聞いてますか？やった方がいいと思います確かにね、まあ、普段まあ、殺菌するっていうと吹きつける作業 の、 時間も大変だし、その目に見えないものだからそもそも、はい、菌がね繁殖しない環境っていうのが今からどんどんね必要とされていくと思うんですけど、お話聞いてたらもう本当あっという間に過ぎてしまってもっとねお聞きしたいことはあるんですけど、まあ時間があるときにまたビハインドストーリーとかでお付き合いいただけるとすごく嬉しいです、はい、もう今日はね本当お忙しい中、来ていただいてありがとうございます。で本日のゲストは株式会社ユナイテッド代表の斉藤美咲さんでした。これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで本日のゲスト斉藤さんのお話はいかがでしたでしょうか。本日の放送内容を再度お聞きになりたい、ご本人とつながりたいと思った場合は YouTube 専用チャンネルに今回の放送内容と一緒に動画の概要欄にですね、斉藤さんに関する情報のリンクとか先ほど話していただいた光触媒に関する、リンクなども貼っておきますので、これすごいね外壁もそうですけど汚れがつかないっていうね特性も持ってる素材ですので、ぜひぜひ、まあ、ホテル業とか、まあ、衛生環境を整えたいっていう、場所の、経営者さんとかは一度ぜひチェックしていただけるといいと思います。でその際にですね YouTube では繁栄軍師で検索していただけると動画を探しやすいと思いますので、そのキーワードで探してみてください。でその際にチャンネル登録とか高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。であとこの FM 宜野湾ではですね、ネットラジオとかも充実しておりますので、リスラジで検索して番組名をたどっていただけると、世界中どこにいても、この放送をお聞きいただけるので、 YouTube 動画のアップが待てないよっていう方はぜひぜひその、リスラジで FM 宜野湾また繁栄軍師の方を探していただけると嬉しいです。この番組は短期賃貸 .com 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。